はい、どうもー、毎日ポジブ408回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、それは50日間のですね、休業日を経て本日ですね、ポジティブ居酒屋思いやりが再開いたしました。営業時間は変わってですね、16時午後の4時から22時午後の10時までの6時間というですね、東京都のガイドラインに沿ってですね、営業をいたしました。結果から言うとですね、めちゃくちゃ忙しいです。今日2回転ぐらいしたんですかね。もうスタートからもう本当に4時ジャストから来てくれる方々もいて、終始もう満席の8名がずっと続いてるみたいな営業でございました。僕もですね、いろんな方からお酒をおごっていただいたりとか、ね、シャンパン持ってきてくれる方がいて、そこ飲ませてもらったりとかしてですね、若干ちょっと僕も今酔っ払ってる状態なんですけども、いやー、50日間ね、いや非常に長かったですね。その中でね、ポジティブチャレンジやったりとかいろいろやったんですけど、やっぱりこうね、思うのはやっぱりウーバーとかね、ウーバードライバーも素晴らしい仕事なんですけども、自分のやりたいね、お店の仕事ができるっていうのが本当にありがたいなって感じますね。うん、うちのお店のね、乾杯っていうのがあるんですけど、まあ、それも本当このお店の独自のもので、それがね、みんなで一緒にできたりとか、何度もみんなと乾杯できて、今までの日常が非日常であったというのをですね、このコロナで自粛をして、今までありふれたね、営業がどれだけ貴重だったのか、どれだけ奇跡的な、ね、ものだったのかっていうのをすごく改めて感じました。今日ね、本当に多くの方が来てくれて喜んでくれて、このポジティブ居酒屋っていうお店がね、あることが本当に心の支えになっている方もいらっしゃるんだなっていうのをすごく知れてですね、またよりすごく嬉しくなりましたし、もっともっとですね、頑張りたいなっていうのをすごく強く思いました。明日もね、営業ありますし、今月はもう第2第4日曜日休みっていう風に掲げて、次の日曜日はもう第5日曜日なので、今月はもう全部ノンストップで行って、まあ、次のお休みは来月の第2日曜日と、結構長くはなってはしまうんですけども、やっぱり自分のやりたいこと、自分で決めて決断してやってることなんで、そこに対してはなんかワクワクというか、うん、ようやく戻ってきたなっていう感覚が一番強いですかね。まあ、これからこのコロナというのはなくなったわけではなくて、ね、確実にすぐ近くに潜んでるもの、共存していかなくちゃいけないものだと思います。このコロナのですね、うまくなんかみんなでね、恐れすぎてもダメだし、恐れなさすぎてもダメ、中間のラインでこううまくね、こう付き合っていかないと、また第2のね、波がやってくると思うし、じゃあ今できること何なのかなっていうのを考えてね、やっていきたいなと思います。またこれを機にね、成長できたんじゃないかな、あの時があったから今のね、自分たちがって思えるような、そういうきっかけになれればね、このコロナというものがね、無駄ではなかったと思うし、多くのね、方々が悲しいね、結末を迎えてしまう方もね、いらっしゃってるし、自分たちだけがね、幸せでそれでいいのかっていうのは、そんなこと全然なくて、いろんな人のね、気持ちをちゃんと考えてね、だからこそこうやってフェイスガード、今日もこれつけてね、一日ずっと営業してました。
もうね、暑いんですよ。もう夏ですね。暦上ではもうね、夏に入るので、これずっとやるのね、めっちゃきついかったんですけど、でもね、これをやるって決めたんであればね、しっかりとやらなくちゃいけないし、これをやることで、守れる命があると思えばね、僕は、明日もね、これをつけて、営業しようと思います。はい。1日目、本当に、すごく嬉しい1日でした。まだね、きっと1日目だから、混んでるから、ちょっとね、今日はやめとこうっていうふうに思って、ある程度落ち着いてきたから、行こうって思ってる方々もいらっしゃると思います。そういうね、配慮してくれる方々、本当にありがとうございます。明日もね、4時から、10時まで営業しますんで、ちょっとドキドキしてます。はい。ちなみに、今日の営業前の睡眠時間、本当3時間ぐらいしか寝てなかったですね。やっぱり、50日ぶりの営業っていうのは、すごく僕の中でも、ドキドキ緊張しましたし、どうなるのかなって、まあ、結果最高の形になって、本当に良かったなと思います。待ってくれてる方がいるってね、分かっただけで僕のね、力がすごくね、満たされたというか、頑張ろうっていう気持ちになれたんで、この店にね、来てくれた方がもっともっと喜んでもらえるように頑張っていきたいなと改めて思いました。そしてこのコロナとですね、決別するわけじゃなく共存して、これからね、日本の国民としてみんなのことを考えて、医療にね、携わる方々もね、本当に命の危険をさらされながら、一生懸命家にね、帰れなくて家族とも会えない中ね、頑張ってる方々もいるっていうのはね、絶対心の片隅に絶対残してなくてはいけないですし、そういう方々がいてくれるから、今のね、この非常事態宣言が解除になったっていうのもね、みんなが頑張ったおかげなんで、この頑張りをね、無駄にしないように、今僕ができることを全力でやっていきたいと思います。今日はそんな1日目が終わったというお話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ408回目でございました。ご視聴ありがとうございます。明日も再開2日目、頑張るぞ。